久しぶりに来た薪の無人販売所です。あとね、僕が4つ買ったのであと1束しかありません。キャンプブームでですね、買いに来る人が多いのか、薪もね残りわずかとなってます。でこの時期にですね、こんなにないっていうのは珍しいなと思います。本当前来た時はね、結構山のように積んであったので、でも250円、1束250円というのは相当安いんじゃないかなと思います。こんな感じでですね、薪を今日は4束買いました。残念ながら今日は雨ですね。ひとまずはね、タープを張ったので、カメラをね、このタープの中に避難させましょう。ということでですね、もう2年弱ぐらいですか、 YouTube をやってますけれども、初めてのですね、雨の中でやるということになりました。意外とね、タープの中だったらカメラも大丈夫かな。でこのタープがですね、確か3メートルだったかな、もうちょっとサイズがね違うかもしれませんけども、もうちょっとね大きめのタープであれば、そうですね、雨が降ってても大丈夫なのかなと思ったりもします。いやなんかあれですね、雨だとやっぱりテンションが上がらないな。そうですね、まずは料理から行ってみましょうか。今回はね、野菜をいろいろ入れたいんですけれども、けんちん汁の素を買ってきました。これをね、汁ごとそのまま入れてしまおうと思います。本当はですね、ザルにあけて軽く水洗いをし、水気をよく切っておくとありますけれども、まあね、アウトドアでそんなことは気にしなくていいと思うんですよ。ドバドバドバっと入れてしまいます。でこれだけだとちょっと汁が少ないので、ここに水を足していきましょう。椎茸が入ることによってですね、きっと味も深まるだろうと思ってるんですが、どうでしょうか。一つ前の動画でですね、2019年本当に役立ったものベスト7という動画をですね出したんですけれども、もう気がつけばですね、今年も残りあとわずかですよ。1ヶ月弱しかないですよね。皆さんね、今年はどんな感じだったでしょうか。もう年末みたいなことを言ってますけれども、年を取るとですね、だんだんこの1ヶ月のスピード、1ヶ月が経過するスピードっていうのがね、早くなりますよ。早くなって、夏が終わったと思ったらもう気がついたら11月ですからね。そういった感じなので、そろそろね、今年を振り返るというのもいいのかなと思ったりもしてます。今年もね、いろんな動画をやってきたんですけれども、まあ、一番変化があったことといえば、やっぱり車を買ったということだと思います。皆さんご存知の通りですね、ハイゼットカーボン、軽バンを買いましてですね、その軽バンをですね、まずは車中泊仕様に改造して、山口県から岩手県までの車中泊の旅というのをですね、5月にやりました。5月ゴールデンウィークが終わってからやりまして、それで公開したのが6月の
半ばぐらいだったのかな、6月の半ばぐらいに公開し終わって、それからはですね、特に車中泊の旅というものはやってないんですけれども、車中泊の旅自体がですねすごく刺激があったということと、やっぱりねいろんな動画、行ったことのない場所とか、見たことのない景色、あとはですねまだお会いしたことのない方にやっぱりお会いして、動画を撮ったりとかしてですね、なんて言うんでしょう、僕自身も楽しめましたし、その見てる方も多分楽しめたシリーズだったんじゃないかなと思ったりもしてますので、そういったこともですねまたやってみたいなと思ったりもしてます。当然ですねキャンプの旅、キャンプの旅もいいですよね。キャンプの旅もいいなと思ってんだよな。車中泊にまあ断らなくてもいいっちゃいいので、まあ、車中泊いつでもできる状態にしとけばですね、まあ、そんなに車中泊にこだわらなくても、キャンプしながら旅っていうこともですね多分できると思うので、キャンプ旅もいいですよね。キャンプ旅、キャンプ旅いいな。この1年でですねやっぱり応援してくださる方も増えて、本当ありがたいなと思ってます。まあ、なかなかですね役に立つ動画を撮りたいなと思いながらも、どうしても自分の好きな方向に走ってしまうんですけれども、今後ともですねどうかよろしくお願いします。今年の年末年始もですね、山口県下松市、笠戸島の、家族旅行村、この辺りでですねまた年越しキャンプをやりたいなと思ったりもしているので、その辺のですね年末年始もですねこれからまた楽しみにしたいなと思ってます。あとねずっと気がかりでいるのは、四国にねキャンプした時に、にゃんたんチャンネルさん、にゃんたんチャンネルさんの娘さんのですねアイタンにねナイフケースを作ってあげるって言って、まだ全然やってないので、それもね今年中に絶対終わらせたいなと思います。川をね探してたんですけど川がなかったので、なんとかね希望に近い形になるようにちょっと頑張りたいなと思ってるところです。さあここにですねめんつゆを入れていきます。ちょっと煮込んでいきましょう。じゃあここにですねちょっとクロスのスパイスをかけておきましょう。じゃあいただきます。具沢山ですよ。うまい。クロセのスパイスめっちゃ合うな。ちょっと失敗したのはですね、葉っぱ系の野菜を買ってくるの忘れましたね。ネギとか。それがあったら完璧だった。まだね、動画的に時間がね、短いと思いますんで、今回はですね、こちら紹介しようかなと思います。まあ、今までも紹介してるんですけれども、アウトドアナイフ。こちらをですね、ちょっとご紹介できればなと思います。ちょっとね、ここ電波が通じないところで、どんな名前のナイフだったかは忘れちゃったんですけれども、テルさん TV さんですね、テルさん TV さんが紹介してて、これいいじゃんと思って僕も買ったというものです。
今まではですね、薪を切るときにこのハスクバーナーを使ってました。ハスクバーナー、軽くてですね、まあ、使いやすい方だと思うんですけれども、最近ではこれ全然使ってません。なんて言うんでしょうね、斧をしっかり研げばですね、切れ味もすごく良くなるはずなんですけれども、ちょっとね、こういうものの、ね、切れ味があまりにいいと怖いですよね。怖くて、ある程度しか研いでないので、巻き割りをするたんびにね、ちょっとやりづらいなと思ったりもしてました。まあ、この重さはすごくいいんですけどね。このナイフを手に入れたいきさつなんですけれども、まあ、そのテルさん TV の動画を見て、あ、これ使いやすそうだなと思ったのがまず一つ。それとですね、車中泊の旅に行った時にですね、あれ何日目だったの、8日目だったかな、8日目ぐらいに山梨県の道志村というところでですね、キャンプをしたんですけれども、埼玉県からですね、山梨県まで移動したんですけれども、実はですね、その途中に神奈川県でですね、エセ動画職人さんとお会いしまして、こちらをですね、いただきました。薪割り棒と、あと薪割り台、かなりね、時間をかけて作られているもので、まあ、これとかですね、グリップのこの持ちやすさが半端ないんですよ。めちゃめちゃこう持ちやすい感じです。重さもね、そんなに重たくなくて、どっちかというと軽いです。軽いんですけど、すごく打ちやすくて、で、この薪割り台もですね、かなり時間をかけて乾燥させているということで、確かね、何年かかけて乾燥させてるっていう話をしてたんですよ。で、こちらがですね、両方ともファットウッドファクトリーというところのものなんですけれども、これをいただいたんでですね、まあ、ちょっと薪割りをしようというふうに思いまして、薪割りをするんであれば、まあ、ちょっともうちょっと、なんて言うんでしょうね、自分にとって使いやすいものの方がいいのかなと思ってナイフを買ったといういきさつがあります。こちらですね、こちらを買ったといういきさつがあります。いや、もう本当にね、エセ動画職人さん、ありがとうございました。ということで、こちらの、ね、ナイフ見ていってみましょうか。はい、こちらがですね、そのナイフなんですけれども、まあ、ナイフケースもついてまして、まあ、このケースはね、またレザーで作り直そうかなと思っているんですけれども、まだちょっと材料がないので、作れてないという状態です。ここはね、裏側は一応こう、なんて言うんでしょうね、ベルトループになってまして、これを外すとですね、シャキンとナイフが出てくるという感じです。で、このナイフのね、ここの部分にはね、ファイヤースターターが入ってるんですよ。このファイヤースターター使ってないですけどね、ファイヤースターターが入ってます。今初めてこれ削りました。で、それとですね、まあ、これ太っ腹だなと思うんですけど、一応ね、シャープナーがついてます。シャープナーがついているので、まあ、切れ味が悪くなったらその場で研いでとかっていうこともできるというふうになってます。まあ、これ楽しいですよね、確かにね。いまだにこれで火起こししたことないですけど。で、このナイフはですね、こう手に持った時にちょうどいいぐらいのサイズになってます。で、なんといってもね、これですよ。ちょっと見てもらえます？これめちゃめちゃ分厚いの分かりますかね。こんな感じですごくね、分厚いんですよ。で、分厚いんで、バトニングをしてもですね、このナイフビクともしないようになってます。で、このナイフもですね、このブレードの部分がありますよね。ブレードの部分があって、ここまで全部1個の鉄でできてます。1個の素材がつながってるんで、ここまでしか、たまにあるね、ここまでしかなくて、バトリングしたらね、こうバキッと折れちゃったっていうことはないんですよ。まあ、あといいなと思ったところとしては、まあ、買うきっかけと言いますかね、いいなと思ったきっかけは、こうね、全部が一つになってて、ここがね、ナット止めされてるだけなんですよ、六角で。なので、ということはですね、これ一回バラして、このカバー、グリップのところ外しちゃえば、このね、グリップの部分をね、おそらく自分で作ることができると思います。なので、まあ、そういうね、後で改造のしがいがあるというか、オリジナリティを出せるもの
というのが僕好きなので、まあ、そういうことも含めてですね、このナイフがいいかなと思って購入しました。で実際バトニングもしやすいですしね、まあ、値段もですね5000円ぐらいのものなので、まあ僕みたいな初心者だったりとか、バトニング用のナイフを、初めてのバトニング用のナイフを探しているという方にもね、結構おすすめできるものじゃないかなと思います。実際使い勝手もいいですしね、これが1万円超えてきちゃうとなかなかおすすめしづらいんですけれども、まあ、5000円ぐらいであれば、購入しやすいのかなと思います。いやでも思うけどね、こういう道具ですよね、こういうキャンプ道具をこうやってね出して見ながらお酒が飲めるようになるとやばいです。絶対やばいと思う。ということでですね、バトニングナイフ、僕はですねこれを購入して今使ってますけれども、これね本当おすすめできるものじゃないかなと思ってます。はい、ということでですね、今回は、肉みうどんを食べながら、こういったね新しいものを紹介したりとかしてみました。11月にですね外で撮影をするっていうのもこれで最後で、残すはねあと12月ということで、あと1ヶ月しか今年はありませんけれども、皆さんがですね楽しめるような動画、そういったものをですね今後もどんどん作っていきたいなと思っておりますので、ぜひですね、よろしくお願いいたします。それでは。